セバスティアーノ・リッチによるバッカスとアリアーヌバッカスとアリアーヌはアルベール・ルーセルがオペラ座の支配人であるジャック・ルーシェの依頼によって1930年6月から10月にかけて作曲したバレエ音楽及びそれに基づいたバレエ組曲バッキスとアリアーヌとも表記される作家のアベル・エルマンがギリシャ神話のテセウス英雄伝の中からミノタウロス退治の 後日誕であるバッカスとアリアーヌの物語をバレエ用の台本として書いたものである。ナクソス島のアリアーヌの神話に着想を得た数多くの音楽作品の中でおそらくリヒャルト・シュトラウスのオペラと共に最も有名なこのバッカスとアリアーヌは長く曲がりくねったメロディ曲線や荒々しいと同時に洗練され、たびたび多調的となる火星、強烈なリズムといった ルーセルの成熟期の美点のすべてを結集している。ルーセルの音楽創造は、その出発点に生命感にあふれたリズムがあり、このリズムの躍動からメロディが生み出され、さらにこのようにして生み出されたメロディの対方的絡み合いの中からハーモニーが生じるのである。リファール1931年5月22日にオペラ座にてフィリップ・ゴーベール式。 セルジュ・リファールの振り付けにより行われた。バッカスの役はリファール自身が踊り、舞台美術はジョルジョ・デ・キリコが担当した。ラルース世界音楽時点では、この作品の舞台公演は長期間は続かなかった。ただ音楽だけはあらゆる聴衆を熱狂させ、やがて二つのオーケストラ組曲の形で演奏会において名誉を回復した。だが、 第2組曲が世界的に有名となり、あらゆるフランス音楽の中でも最もよく演奏される曲目のうちに数えられるのに対して、第1組曲はおそらく静かに終わるため果実に不当にも無視され続けていると解説している。1923年のルーセル第1組曲、約16分、第2組曲、約18分、全体で約35分。ありがとうございます。